一人娘のコーネリアを抱くジョージ・ W ・バンダービルト2世、ジョージ・ W ・バンダービルト2世、ジョン・シンガー・サージェントが、1890年、ジョージ・ W ・バンダービルト2世、ジェームズ・マクニール・ホイッスラが、1897年、ジョージ・ワシントン・バンダービルト2世は、アメリカ合衆国の富豪・バンダービルト家の相続人の一人、鉄道王、コーネリアス・バンダービルトの孫、 合衆国で最も巨大な個人邸宅であり、金ピカ時代のアメリカの象徴とされるビルトモアハウスと、その辞書を建設したことで知られる。ウィリアム・ヘンリー・バンダービルトとその妻のマリアル・ルイーザ・キッサムの間の4男、末息子として生まれた。名前は、南北戦争従軍中に、結核で戦病死した父の弟にちなんでいる。1885年に、 父がおよそ二億ドルの財産を残して死んだとき、その遺産の大半は、長兄のコーネリアス・バンダービルト二世と次兄のウィリアム、キッサム・バンダービルトに受け継がれた。ジョージは1877年の祖父の死に際して100万ドルを、1883年の21歳の誕生日に際して父から100万ドルを受け取っており、父の死に際しては500万ドルを相続したほか、信託基金として、 さらに500万ドルを受け取れるように計らわれた。ジョージは父のお気に入りの息子で相談相手だったと言われる。ファミリービジネスは二人の兄たちが担ったので、ジョージは知的教養を積む生活に没頭することができた。ジョージは内向的、内政的な読書人でフィランソロピーや美術品の収集に情熱を傾けた。フランス、特に パリ滞在を好むなど旅行好きで、8カ国語に堪能であった。また、スタテン島のニュードープにある、一族伝来の農場の経営を任された。1898年6月1日、パリのアメリカ制度において、由緒ある、名門出身の女性、イーディス・ストイフェさんとドレッサーと結婚し、間に、一人娘のコーネリア・ストイフェさんとヴァンダービルトを、儲けた。イーディスは、夫と死別後、 上院議員のピーター・ジー・ゲリーと再婚した。ジョージは1880年代に母と共に何度もノースカロライナ州西部を旅行しており、1888年の旅行の際には、この地にカントリーハウスを建てることを決めた。彼はアッシュビル郊外に広大な土地を買い求め、ビルトモアステートの建設に乗り出した。ジョージその後も土地の買取を続け、の面積は、 最終的には591平方キロメートルにまで広がった。辞書は馬に乗って一回りするのに一週間はかかる広さだった。辞書の中心をなすビルトモアハウスは、ロワール川の古城群をモデルとしたフランス様式の館で8000エーカーの床面積と250もの部屋数を誇り、バンダービルト家の人々が建てた数々の大邸宅の中でも最大の規模であった。 館の設計は、リチャード・モリス・ハントが、辞書の造園は、クレデリック・ロールムステッドが担当した。この館の最初のお披露目パーティーは1895年のクリスマスイブに盛大に行われた。優れた美術鑑定家であったジョージは、館を自分の目利きで選んだ東洋の絨毯、タペストリー、骨董品、ピエール・オーギュストル・ノワールや、ジェームズ・マクニール・ホイッスラーの絵画作品。 ナポレオン皇帝の愛用したチェスバンなどで満たした。ジョージはビルトモアの辞書でカントリーハウスの主人としての生活に浸った。園芸学に深い関心を寄せ、科学的農法や動物の交配などの実験も試みた。ジョージはビルトモアの辞書を完全な自給自足の土地にするのを理想としていた。1892年、ジョージは造園家、オムステッドの紹介で、後に アメリカ森林局所代長官、ペンシルベニア州知事となるギフォードピンーを自社の森林の管理人として雇い入れた。1912年、ヨーロッパ旅行中だったジョージと妻イーディスの名前はタイタニック号の乗客リストに載っていたが、夫妻は旅行早めに切り上げてニューヨークに戻っていたため、タイタニック号の沈没事故に遭遇することはなかった。ジョージは九百十四年、 中水切除手術に伴う合併症のために、ワシントン DC で死去した。51歳だった。意外は、一族の墓所のある、スタテン島のモラビア共同墓地に埋葬された。ジョージの死後、ビルトモアの館と辞書を相続した一人娘の、コーネリアは、1924年に、イギリス貴族の第三代エクセター公爵の孫息子、第三代アマーストーブハックニー男爵の弟である、 ジョンカイエーセシルと結婚した。辞書は1976年にコーネリアの二人の息子、ジョージ・ h v セシルとウィリアム・ a v セシルに受け継がれた。ありがとうございます。